本日はこのローソンで購入しました、これがハンバーグ弁当200円引きを食べていきたいと思います。名前もすごいですね。もうソースが決めて、これがハンバーグ弁当っていうところで、結構な売り文句ですね。入れていきますね。もう温め済みなんで、もうすぐ食べれますね。まあ、必ず温めてくださいって書いてますね、こちら。オート負荷で温めなきゃいけないみたいですけど。どうしてもやっぱり冷蔵で売ってる以上は油がカチカチになっちゃうんで、温めないと汚くなっちゃいますからね。で、まあちょっとソースをかけてない状態ですけど、いや、この肉肉しい感じはもうたまらないですね。このご飯もパセリですかね、この乾燥パセリだからかかってるような感じでいい感じですよね。あと付き合わせも人参とコーンで、まあ普通のあれですね、ハンバーグ弁当なところですけど、やっぱり1ランク2ランク高いって感じですかね。まあ、見た目だけでちょっと分かんないんで、ちょっと、まあ、このデミグラスソースですね、3日仕込みのデミグラスソースをかけていきますね。まあ、こういうのもありがたいですよね。やっぱり3日仕込みなんて普通は食べれないですからね。だいぶ美味しいと思いますね。この感じですね。贅沢な感じでかけていきますね。やっぱりコンビニ弁当いいですよね。こういう感じの高級志向のコンビニ弁当もまたたまにはいいって感じですね。それではこれがハンバーグ弁当をちょっと食べていきますね。ちょっと切っていきますよ。この断面ですね。本当に肉肉しいですよ、これ。いただきます。あ、これは美味しいですよ、やっぱり。確かにハンバーグって感じですよ。コンビニのハンバーグとは思えない感じの美味しさですね。次ファミリーレストラン用じゃないですかね、これ。付き合わせもいいですね。ホクホクしてて、人参とこうトウモロコシですね。優しい味ですね。で、肉もまあ本当にハンバーグはやっぱ肉肉しい味がたまらないですね。これデミグラスソースも本当に効いてますね。これどうしてもやっぱりこの安っぽいソースだとちょっと味気ないんですけど、コクがあるソースだとまた味が違ってきますよね。歯応えも味も申し分ないですね。ご飯が進みますよ。ご飯もなかなか美味しいですね、これ。まあ、普通なんだと思いますけど、やっぱりハンバーグがあるとご飯が進みますね。美味しいですよ。肉がたまらないですよ、これ。美味しいですね。スパゲティも食べてみますか。いい感じのナポリタンですね。ナポリタンもちゃんと味付いて美味しいですね、これ。油でベチャベチャだったりするんですけど、そんなことないですね。普通に美味しいスパゲッティですね。肉もやっぱりたまらないですね。どこ切っても肉肉しい感じでたまらないですよ。まあ、何がいいって、これが200円引きだったのがいいですね。これお買い得ですよ。どうしても高級志向だと定価で買う人が少ないんですかね、これ。確かにこの659円っていうのもいい値段ですからね、やっぱり。まあしょうがないですけど。いいですね。
やっぱりこれは結構いい買い物でしたね。200円引きが効いてますね。500円以内でこれが食べれるっても最高です、本当に。なかなかお目にかかれないですよね。あ、ガーリックとソースの辛みがもうたまらないですね。うん。あ、これは美味しいですね。この最後に、ね、ガーリックで締めるってのもいいですね、仕上がりも含めて結構な美味しさですね。玉の贅沢には定価で買ってもいいかもしれないですね。659円というところで、なかなかコンビニで食べるったら普通は味が落ちるところですけど、これは結構本当にファミレス以上の味を味わえた感じですね。まあ、以上です。これがハンバーグをいただきました。ご視聴ありがとうございました。